で駅の改札にうんこが落ちてる街なのかもしれません。今ね、2勝ラインがウドンスキーさんと東京って駅の改札にうんこが落ちてる街なのさんと、森さんとアニムくんですね。まだでも5試合やりますからね。4勝以上が必要。ワンピー側、うどんスキーさん、これ要は2勝同士の対決なんで、これ1本取った方は相当多く取りたい、取りたい1本。そうかな、多分通過ラインは。状態よ、エンディ。大会2回の参加っていうことなんですけどね、ルガールなんかもコンボが丁寧で、タクマも勝負強さを持っている。あ、プレイヤーネームにボルタモが入ってるわけ。サビ後方の空振りに、後方はね、ガードしちゃうとしんどいんですけど、空振らせるとやりたい放題。前へ踏み込む DA。 おー、しゃがみつく足払いガッペン昇竜投げる。ボディガード、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 昇竜しゃがみ、昇竜取りたかったけど、禁止でも大事なのか。タクマ、タクマのゲージは1本ある、やっと1本。さあ、リュウコランドをちらつかせながらの立ち回りが可能な状況。タクマの立ち回りは難しいのかでしょう。しゃがみながら攻撃、攻撃、しゃがみ、足払いの振り方が出ねえ。ジャスはジャスリー、ここは出しておいた攻撃。さあ、バックに出て距離を離していく、行きました。チャンスに取りに行く、出ようとするときに入らせたんで、頑張れると良いんですよね。おお、バックホップの割り切りにジェリット、シャンビー。さあ、ゲージは持つものもダメージゲームは足払い、攻撃、手のつかみ空振り、足払い、足払い、あれ、剣じゃないですか、サードの剣じゃないですか。さあ、足払いだけで勝ちましたね。東京って駅の改札にうんこをしてる街なのか、せーのー。では、シェルミー様、エンディーやる気出してくださいファンとアニムさん、じゃんけんしてください。最初はグー、じゃんけんポン。いや、あの足バレ合戦はね、すごかった。ストップみたいでしたよね。まあでも、こんなのあんだけね、リブランがあるって見せられるとやっぱり。これで、ああ。今三勝が一人出ましたからね、かなり有利。さあ、お、今度はジョー、ジグル、シェルミー、ジョー、珍しいチーム構成。アニム君はイオリグラ、クリップ、クラーク。先方クラーク、ジョー、これあんまり見ない組み合わせですね。アルケン、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 アルケン
を取らせないように遠心を振っていった。さあダメージ取る、手を取るジャンシーズ、チャンディー、禁止に隠れつけん、くるっと回って投げて画面足、禁止にガードして、ハリケーンガード、ジャンプシーズ、ジャンプシーズが見事にハリケーンの上から吹きかかるような形なわけですが、空振りをして0秒だけで、ジャンプシーズ、ジャンプシーズ、エンディングに通せない、おまっちしたら、おそらくフランスに進んで5発、下に上禁止、失敗してやるので、禁止、アルゼンチンと暴れ潰し連携を決めていき、1本目を取る。分身、あーでもこれはね、チブルの分身にブラザスを振るでしょう。どうやって潰していくのか、シャナギディを置いてこの面だけダンシーギー、あーっと上からカウンター、そして禁止になる、あー持ってるアニュー、シャナギディを振って光線付き合わない分身、ダンシーギー、シャナギディ、全てが噛み合う、スタジャンシップ、ジャンやったため、スタジャンシゲージョンで化した後編、ジャンプ CD が面白いようにかかる。さあクラークっていうのはジャンプ CD だけでも戦えるもんなんですね。最初のシェルミのゲージは3本、細かくダメージを打っていきたいところですが、エンディー空振り、エンディー、エンディー、ライフもキャラクターもリードしている以上、アニメとしては強気に出るだけでしょう。これをクーピー側だと、レイペイに対処振る方が投げが入る。アルゼンチンフラッシュメルボ、遠心、遠心が怖い、シューザブレ、遠心空振り、ジャンシーディ、ジャンシーディ、エンディエンディ、シャーリー対空取りたかったが、勝利をしたのアニメ。では続きまして、リクルさんと、連戦になります。シェルミー様、エンディーやる気出してください。ファン、リクルさんとお願いします。アニメさん、まだ残ってますよ、3勝。奇跡の。今、練習してます。グラフィックタイプ。緑とグラフィックタイプでこれ言う。じゃあ、ビリーでいいじゃん。牽制。あいつは投げやらなんだ、投げやら、まあ投げないとダメージ入んない、ガトいないからね、ガト無事にと、ちょっとだったり、あーさあ、リクルさんは今2敗なんですけど、残り全部勝ってアニメ君とか三勝の人たちが負けてくれれば可能性があると。このシェルミー様エンディーやる気出してください。まあ、なんか試合見てるとそんなに負けるイメージもないんですけど、なんか勝敗だけどすごく嫌な感じがね、トピートップはすごく丁寧にやってるので、まあ、ちょっと組み重なりだったりとか、あとはまあ前提が経験値、リクルさんも最近かなり花々にもお越しいただいておりますので、前回でいいことなんで、うわぁ、なんか信号で起きてるループ、これは新しい、かなり新しいですね。ジャンパの10連勝、わぁ、信号の空振り、あれ、虫気がかったら本当にかっこよかった。クリエ、シャカリー、マイエンディ、ジャンプ同士、リーディスライコミを感じるこのシンボ、シャカミー、エンディー、ゴリアーコーデン、コーデン、引かない、そしてゲースに勝ったら3本ジャンプし、強い、強いな、残されたシェルミー1枚はどう頑張るのか、石橋ロカンが入って、リー、エンディー、シャカマリー、ジャンプリー投げていきたいシェルミーだが、うわー、小足を置かれて勝ったのはリクルさん。最初ロールの内容お願いします。リクルさんがここ勝って
この試合2回目だったって落ちないよね。まあまあいいや、2回目のような気がするな。なんか結果書いてあったもんな今。え、これおかしくね。だってうどんすきーさんとシェルミー様エンディーやる気出してくださいさんってやりました。なんで丸って書いてんの。マジいなこれ。うどんすきーさん誰でやったか覚えてます。ディクルさんやりましたよね、東京駅って改札の裏。これやってないんですね。あと2試合あるわけですよね。で、じゃあ やりましょう。うどんすきーさんとシェルミー様エンディーやる気出してくださいさんやりましょう。これ各専用の係いりますね。それでやるってこうでしょ。なんか今の試合がすげえ2試合目臭いんだよ。これだって書いてましたもん、さっきそれ。上が書いてなくて、こう。これズレたんじゃないのかな、もしかして。レディーゴー。さあ、両対上。さあ、安野対上。全然見えない。はるかにか、さあ、なんかそんな感じでね、リーグ戦なんでどうしても起きてしまうミスもありますが、あの1本目はどっかな、うどんすきーさんの社。まあ、リーグ戦長いからね、どうしても出れないとかそういう、どうなんだろうな、そう考えるとやっぱ一長一短なんだろうな。初心者ブロックだけリーグでやってるの、これどうなんだろう。初心者ブロックだけテントロックでやって、この決勝を勝ったところプラスで、これで西の後ろ、そしたらリアッパーゲーが空切ったところに投げていく。さあ石抜けました。今隣の台も同時に切れようと思います。奈落と攻撃相打ちになってしゃがみ、石しゃがみ走って、バイラルは空振り、投げていく。さあ走ってホイップ、これわかんない。エンディからあれがやりづらしいし、エンディらしいですよ。まあでもあのエンディ相当させてますからね、そういう感じがしますね。投げていって逆パンタであるのか、このシェルミー。アシリー空振り、おー、アテミオに出る、何これなんだろう。アシリーダブ大使は空振ったところにスパイラル追い出しない。怖い、こっからの2択だが、大門切り返しと、しかも後ろに拾わせる。しかもね、さあしかしシェルミエンディエンディ、おお投げる、ダッシーディレバーに投げて、まだわからない、重なるダッシーディレバーじゃ、果たしてピンチ空振り、2回目投げる、投げて、まだ圧力あるよ、まさか、おお、マジかよ、すげえ、結構でしょ。で、こ
こうでしょ、うん、お願いします。で、これ途中からでもう分かっていいんですけど、でも最後の1試合なんで、こことこことここがあるんで3試合あると思うんですよ。あと3試合あるんで、で、森さんとうどんすきーさん連戦なんですけど、お願いします。長いよ、相当リーグ15で45試合あるもん。まあ、でもここは多分勝っても負けても早いはずなんですよ。だってみんな有利とか言うんですよ。食べに行ってる、うん、ここからってね、バスケもね、わかんない、名前わかんない、うん、なるほど。ワンピー側がうどんすきーさんで、ツーピー側が森さんですね。いいや、今回リーグ戦最後でもいいや、最悪年内だからなんかキリがいいし。レディーヤシロ対強、ジャンプ D、ジャンプ C、C、C と行くボディオガード、CNB 空振り、下見、7、9、A、B、さあお互いまだゲージも止まらず、おっと投げて、さあ森さんの強化に死んじゃった、スパーディエルで割る、A、A、A、NB、で止まり、これに下がってきたボディオグ、A、A、ジャンプ D に、ガミ、ボディオガード、下見、C から打ち切って、さあ1本目から4番、2番手、森さんの2番手はダイモン、さあゲージがない、こういった方が起こってるからね。ジャンピーとエンディーを使って画面端に追い込みたかった。ここで黒のガラスにジャンピー、エンディー、ジャンプディ、ジャンプディ上に乗っかっていきたい。ジャンプディからアッパーディエル、ジャンプディC、アッパーディエル打ち切って、ディエルのガード、ジャンプディ側にあって逃げジャンプ A、 ディエを取るレバージャー、今日は来ないんじゃないのかな、おそらく。さあレバージャー森さん走って、ジャンプ D 取りましたね。僕ダイモンが生き残ると怖いので、今日としては早く倒したい。ディエを取る、ボディアガード、ジャンプディで DP が打ちな、しゃがんでボディ打って、最初通るんで前にお願いします。大臣は厳しかった、台車は通るんで前にお願いします。88式が入る、そして伊織対京一はゲージャパンボ、ジャンプ D、 DA、 青い花、そしてしゃがみダウンをしっかりガード、しゃがい A、しゃがい A、 88式、青い花差し返す、 CC、 3A 打ち切ってジャンプ D、 9体育、これは痛かったか、山風極まる、山風の攻撃かな、禁止の神、もうしゃがんでたし、やがない、やめばよいって、エンディしゃがんでたらって、やめらい、しゃがんでたら、えーかかかかなんか炎だけ見えましたけどね、勝って、うどんスピーカーが勝った、 A が勝ち。ほんで、リクルさんと森さん。で、最後、アニムと、ここやって、決定戦が、おそらく。3勝同士だね。え、ある？いや、いいよ。さあ、リクルさんと、これ、森さんで、その後に、ブロック決定戦の、東京って駅の改札にうんこが落ちてる松野さんとアニメですね。2人も干渉ラインなんで4勝した方が勝ちになるんでね。さあ、ワンピー側が、森さんでいいよね。森さんじゃない、森さんだね。で、ツーピー側がリクルさん。森さんもいろんなキャラ使えますね。今度は兄弟もイオリかな。レディーゴー、あー、トリビー、兄弟もらっていくよ。全然ね、シシクルさんも、シンゴの使い込みが今日はかなり出ている。
しゃがみ切り、ダメ足、もがしたくなかったが、ここから荒神、ボディ、ジャンプリー、しゃがみ切り、やばれ。さあ、どうか行こう。ネットガード。森さん、はい、森さん、ピンピー。ちょっと虫がね、おにゃくなってしまいました。ピオルの？ピオルちゃん、助けに来ましたけどね。あれから虫き。マジか、ピオルの早いな。そして今度は、親子対決。くれた、ゲージが、ピエ。アリディー、トミーがウミーシャミーキリー、アミー、エープキリーで、キッチレッド、ヨンド早すぎだろう。さあ、勝利をしたのは森ファン。これで、もう3勝はいないでしょ。まあでも、3勝同士だから勝った方が抜けですね、確実に。東京定期の改札にうんこが落ちてる町野さんと、アニメくん、じゃんけんをしてください。勝った方がブロック抜けです。じゃあ 1P 側がアニメくんで、 2P 側が東京定期の改札にうんこが落ちてる町野さん。さあ、2回目の大会で決勝トーナメント進出なるかという感じですが、今後は佐久間良京ですね。先ほどと一緒。ちなみに次のブロックの人呼んできますね。ジマさん、俺はスペジェネベになりたいファン、もっともこもこちゃん、レイディアントシルバーガン、ジャパンブルージョジョが次のブロックなんで、今の試合終わったらブロックの人はのじあいやめてください。さあ、先方フェン、クラーク大量、まあおそらく裏量でしょう。ジャンプシーンにガードしかし2回目が当たる。これがややこしいんですよね、ウラリオ。エンディエンディ、さあ、同じことは踏みたくないアニメが同調の地面に合わせたい。スーピー攻撃を打って、いい攻撃、足払いがうまいんですよね。カプマが面白いように足払いを見せたからね。攻撃を打って、ジャンプリー、ジャンプリー、スーパーの使い方が丁寧ね。足大球、なんか12、3年前にやって最初通るんで前のやつは今回やってるってことらしいんですけど、本当にこれがこの当時の立ち回りなんでしょうか。下の足大球を取ってゲージを隠してタクモに奪うという立ち回りですね。さあ、ある種新規例とも言えるアニメくんはこの昔の立ち回りっていうところにちょっと苦労しているというところでしょうか。ジャンプリー、右から右から冒険、ふわーっと矢を止めてきた。攻撃が空中で当たり、ジャンプ CD、ねじ込みましたね、いより。さあ、プリキョウなんで、早い段階でプリキョウですかね、キョウラ使えば倒せます。ふわっと、指の力ワンコンボ、見えるの？捕まえきれないが、青いからなぜか当たる。これは、え、ないの？なぜ？そして今度はタクマ、さあ今度はタクマ、危険性、冒険がやんづらい状況ですが、これどうなんですか。アニメが冒険だとできているのか、冒険の空振りにはしゃがみ、ビリビリと、闇笑い、こっちも飛び道具しますけど、闇笑い2回が随分のダメージ、しゃがみ、しゃがみ、本当に闇笑いだ。さあ、大将の裏クリックのゲージは3本ジャンプシリー、あ、4本ですね。一瞬待って、リナネ裏をも見えてる。
ジャンプリーできるね BMI 俺ちゃん出ないけどジャンプリー BMI エリューグランド5連発ですね一回やめてまだゲージ1本5元ドアキャンペンでしかし回っていたのバックテックでしたあれは怖いスライディング練り込んでいない反撃はないジャンプリーデューグランドこれはいったかまだいけるワンコンボおろしなくがあればあっジャミーシャミースライディングがガードして小足を捕まえたいが最後はしゃがみ B おめでとうございます抜けたのは東京ツインの対決にうんこが落ちてる松本ですねでは次のブロックいきましょうジマさん俺はスペシャルベイになりたいさんもっともこもこちゃんさんレイディアントシルバーガンさんジャパンブルーさんジョジョ君はここら辺に行ってください逆に今終わっていた人たちはどんどんのじ合いがね今の影響で飽きますのでのじ合いしてくださいもういますかやりますよ第1試合ジマさんと俺はスペジェネベイになりたいさんはい俺はスペジェネベイになりたいバスケさんはいどうぞあ、最初はグーじゃんけんポンぼちぼち始めたの俺はスペジェネベイになりたいってスペジェネベイになりたいって言ってどう思いますかいやー金曜日したらいいんじゃないですかやってましたっけ僕は完全にやってないですよやる予定ありませんあーそこ待ってくださいこれぐらいなんで1万あるんだ1万ってすごいな 今の時点で1万はどうですかちょっとゲームのこと聞いたら何でも返ってくるって言ってたらダメでしょさっそレディーゴー鳥が雨の日えっテレフトドラゴンボールあ、分かんない鳥がスペジェネベイになりたいらしいからスペジェネベイこういうねああいうガチムチなキャラはいないと思うんですよもうちょっとなんかスタイリッシュできたキャラが多いと思うんで多分バスケルさんは相当苦労することが多いと思いますがおっと1本おーっパーキャンで終わるデジェネベーさん強いデジェネやってても KOF 負けるでと開け置いていくしかし島さん島さん上でバンペン久しぶりじゃないですかね最近割とジョージアイモグラという主人公で多かったが黄金のかかとからプラッシュが届かないが厳しいガードプラッシュは届かないチャンプに残り1秒にしたい左の線ドット負けを残してから逃げちゃうおっ、スリーポイントプラッシュが出て届かない下がってますからしハリケン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 スペジェネベジャンプエンディーが大群になってるさあジャンプ CD ダメ足クラクンさん逃さず殺したいがバケを持ってるバッチブもうダメージ残るジャンプは魔法の関係で上がり込みなんですよ大丈夫なんでしょうかレバーガチャ投げステップステップジョンディーズでめくってジャンプビーで逃げる中段面白い連携ジャンディー歩き投げて重なるこれが見えてる遠心空振りに投げてジャンディー BA からの前へジャンディー上がれアドライフわずかジャンディー上がれマガードが空振る BB 届かない投げるプレッシャーをかけてきました島さんそしてゲージを1本はいもう珍しいかけてから投げるステップステップ B から前へ投げてステップステップ怖いですねステップあ、ごめん1試合目を勝ちました俺はスペジェネベイになりたいさ
じゃあもっともこもこちゃんさんとレイディアンドシルバーさんがもっともこもこちゃん。人通られるんで、人通られるんで前を見ましょう。はい、ワンピー側がレイディアンドシルバーガンさんで、プーピー側がもっともこもこちゃんこと三門社長ですね。レイディアンドシルバーガンはあれセガサタン高いのか、あれなんかプレミアついてるんですよ。1万円ぐらいして高えな。さあ、ワンピー側が誰だ。ワンピー側がでもシンゴさんで、プーピー側がミカドショウさんですね。レディーゴー。青いバラネットメン。青いバラ。さあ、よりより試合が早い。いいね。プラン、運営するぐらいいますね、このよりより。本当に試合が早い。これはオープンバックダンプよりよりアンドンポイントよ。 DC 前 DC 次にジョジョ君武器試合部からね、うまく調べれるところシーで武器して。やばい男子 DC。 さあ的は引いていくわ。帝社長男子 D、武将大工、ヘビー、シータル、おー、ツヤオメダイブ、ぶつかったんですけどね、ダイモンのジャンギーが下に強い、ぶつかって掴んで、おー、エンディーからぶつかって、もう一回オーナー、ワンサイドか、ガガン、おー、外は40マスのバックジャンプ、さあ、今の内側、さすがに全部エンディーを持っていく、ヘビー、ヘビー。闇払いが噛み合った。こうして大将、しかしシガさんのこれ珍しい、珍しい、珍しい。ベスト4メンバー全員同じブロックに殺しちゃえばいい。ジャンディ、ジャンディ、ターゲンをして、カゴボールを取り替えて、カゴボール、カゴボール。しゃがみつけ、カゴボール。投げていく。バックセッティからカゴボール。ダーニア製が大きく使って。あー、アテナまだ封印がありますから分かんないですよ。面白い。これ1位じゃないの？うーわ、いった。まさかの逆算ネタに行く。シンゴさんが振りを決めて。本当 PR がワンチャンス。そうですね、さあ画面、あ、ごめんなさい、こちら画面外競争を求めるとそんなに決まりがありますか。そんなにみんながみんなアテナ使うと思うね。あげまして、カドボール。うわー、なんだかんだでダメージ取ってきてクリスタルビットカウンター。さあ、カウンターくなかった、マックスピードあったり、あげる画面端ゲージは1本、ミカド社長取り切りましたね、お見事。今のはどうすごかった。もっともこもこちゃんの勝利ですね。で、レイディアンドシルバーのファンも安定で、次、ジャパンブルーさんと所長くん。じゃんけんを。ワンピー側、ちょうど、スリーがジャパンブルー。下。あれは勝ったなと思う。ゲージが上がった以外は完璧だった。勝負は最後のドットまで分かんないことっすよ。さあ、ワンビガージョジョ、ツービガージャパンブル。ジャパンブル倒すのなんか変じゃないけど、そんなこと言うか。本当に。さあ、今日クラークグレーション。あ、オビさん。これ。青色でしょ。レディーゴー。
は続く村京。しかしきっちり上手を取っている。レギュラーからぶり。長手を繋いで。闇払いプレッシャーをかける。ダンビー。闇払い。まとまったダメージは入っているんですよね。立ち回りのためかな、これはちょっと。闇払いがあるもんな、ね、立ち回りはちょっと、ね、ラジオが楽でしょうが、ワンコンボさえ掴めば、さすがに表のターン、爆発力、ゴールが中断。うわー、ちょっとこのワンコンボ。まあ、どこまで巻いて、しかし投げ、始めよ。付き合わない弁で。みんなに後ろだったけど、今、B に掛けまして。次。ベニマル、ゲージがない、あそう、ヒット、ハンドパンダ、ハンドパンダ、さあ、この1本を大事にダイモンで逆サンダーでを狙いたい。レディーゴー。さあ、ここでまずライフは9割以上あります。ダイモンクラーク、早く画面越しに行ってくれとダイモンは思うでしょう。エンビエンビエンビエンエンブルー、ここはきっちりガード。天使ダッシュ、これはうまい。少し切り込む、ジャンプリップ引っ掛けまして、シャミー、ここからの角度がやはりクラウドアップが、エンディさあ、ワンコンボがでかい。これはおそらくいいでしょう。勝利をしたのはジョジョ。